はじめまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって、ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて、どんな時もあなたの言葉声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に、今日はどんなあなたに出会えるかな、この世界受け取って、どうか私の思いを。